こんにちは。ラブリータウンイコマの時間です。この番組は毎月1日と15日の2回更新して、さまざまな情報をお届けしている生駒市の広報番組です。それでは今回の内容をご紹介します。今回は昨年12月21日に行われた門松教室の様子と、1月5日に行われた新春書き初め大会の模様をお送りします。そして今月の特集では、広報生駒紙面と連動した特集企画をお送りします。どうぞお楽しみに。では初めの話題です。12月21日花のまちづくりセンターフローラムで恒例の門松教室が開かれました。正月の玄関飾りにぴったりな門松を作る今回の教室には、15人の市民が参加しました。指導はグリーンボランティア生駒宝の里の皆さん。門松のいわれや作り方の説明があった後、早速門松作りに挑戦しました。まず植木鉢に巻きつけるコモ作りからスタートです。割った竹をロープで固定しながら、すだれ状につなぎ合わせていきます。このコモを植木鉢の上下で化粧綱で結んで固定します。この結び目は男結びと呼ばれ、縄がほどけにくく、門松作りの際にはこの結び目を使うそうです。そしていよいよ植え込みです。長さがおよそ60センチもある大きな竹と、若松、ハボタン、南天など縁起が良いとされるものを手際よく植え込んでいきます。今回の門松作りで使われた竹は、節の部分を顔に見立てて笑っているように見えるという工夫も凝らされています。そして開始から1時間ほどで立派な門松が完成しました。自分の作った門松に大満足な様子でした。簡単かな思ってたんですけど、やっぱり実際やってみるとなかなかね、難しいなというか、まあ、けど非常に綺麗にできましたんで満足してます。すごい感激で嬉しいです。このような立派な門松を飾ったことがないので、今日はすごく喜んでます。一年の締めくくりの教室となったこの門松教室。フローラムの西川所長は、一年を通じてさまざまな講習会や教室を企画していますので、皆さんふるって参加してくださいと話していました。では続いての話題です。1月5日南コミュニティセンターせせらぎで恒例の新春書き初め大会が行われ、市内の小中学生およそ200人が参加しました。せせらぎホールでは、小学1年生から4年生の児童たちの書き初めが行われました。今年の課題は、1年生が梅、2年生がお餅、そして3年生の課題は新年、4年生が初詣です。児童たちは一文字一文字丁寧に筆を進めていきます。1年生の児童は、今回が初めての参加とは思えないほど、どの作品も力強くのびのびと梅の字を書き上げていました。2枚清書し、よくできた方の作品を提出するとあって、2枚を見比べてどちらにするか迷う児童の姿も見られました。小学校低学年の児童たちが数多く参加しているこの新春書き初め大会、回数を重ねるごとに技術的な面でも年々レベルが上がってきているそうです。そして小ホールでは、小
小学校5、6年生と中学生が課題に挑戦しました。5年生の課題は明るい夢、6年生は希望の春、そして中学生の課題は迎春の喜びです。皆さん真剣な表情で一筆一筆書いていきます。書き上がった作品はどれも心のこもった作品に仕上がっていました。この後作品の審査が行われ、視聴賞、技巧賞、教育長賞などの優秀作品が決まり、1月20日に芸術会館ミラクで表彰式が行われます。